皆さんこんにちは、ゆみです。今日は10月26日ウエハースの発売日になります。朝まずファミリーマートに行ったのですがなくて、次ローソンに行ったら10箱ぐらいありました。そして私は9個買いました。9個買うと煉獄さんのシールが必ずもらえます。でもちゃんとハガキで応募しないとダメなんです。裏面のバーコードを9個ハガキに貼ってください。必ずもらえるっていうのがいいですよね。本当に私はバラバラで撮ってきました。なので被っている可能性はあります。じゃあ一つずつ開けていこうと思います。本当にバラバラで撮ってきたので、この2種類のパッケージがあるんですけど、柱の方は6個あって、かまぼこ隊と義勇さんのは3つになります。多分パッケージとかは関係ないと思うので、何が出るか。じゃあ多い柱のパッケージの方から開けたいと思います。今回はバニラクリーム味です。でシール1枚入りで全26種シークレット2種になります。このおばないは絶対欲しいです。デフォルメシールウェハースその3も発売が決まっていて、そのパッケージのおばないもめっちゃいいなって思っています。じゃあ1個目開けたいと思います。ちょっとギリギリで切ったら開いてなかった。よし、これウェハース直接触ってしまうのでシールが後ろについているといいですよね。シールの袋にもウェハースめっちゃつくし。じゃあ1個目、いきます。はい、うろこ滝さんです。絶対うろこ滝さん出ると思った裏面はこんな感じです。じゃあ2個目いきます。はい、ねずこちゃん。これは本当第1話の初期の鬼になっていないねずこちゃんですね。いってらっしゃい。これロフタですよね。ちゃんとここも再現されています。じゃあ3つ目いきます。はい、あ、またねずこちゃん。こんな感じ。これ中央会議のサネミの腕のシーンですよね。まだかぶりはないです。じゃあ次はこっちのパッケージの方を開けたいと思います。じゃあいきます。はい、炭治郎だ。え、これも第1話の炭治郎ですよね。まだ柱が1人も出てこない。5個目開けたいと思います。よし、いきます。はい、え、またかぶったんだけど。それもうろこ滝さん。じゃあ6個目、柱が来てほしい。お願いします。それ見た、やばい、すごい、目の中もキラキラしてます。やっと星さん来ました。こんな感じだよね。サルミはめっちゃ嬉しいです。あとはおばない、おばないが欲しい。じゃあ7個目いきます。はい、炭治郎だ。これは表紙の炭治郎ですね。あ、星さんがまた1個だけ。じゃあ8個目いきます。はい、またかぶった。嘘、なんかキャラクターにも偏りがある。本当バラバラで撮ってきたんだけど失敗したかも。じゃあ最後の1個レアかおばないが欲しい。じゃあ最後です。いきます。はい、かぶった。え、なんで、逆にすごくない？え、本当に
バラバラで取ってきたらこんなことになっちゃいました。9個買って3つかぶりのキャラクターが4人、こんなにもキャラクターいるのにまさかの4人。これからウェーハースと戦いです。また9個買おうかな。ウェーハースの開封は以上となります。見てくださってありがとうございます。これからもまたグッズの開封とかしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。